どうもこんにちは、ミカツです。今日はですね、車です。多分景色しか映ってないんじゃないかと思うんですけど、ちょっと天気が悪くてね、本当は元ブログ行きたかったんですけど、バイク乗りたかったんですけど、ちょっとね、天気が微妙ということで、車に乗っております。で、この車なんですけど、ちょっと今度ね、詳しく紹介しようと思うんですけど、新しく1台でちょっと増車しました。車増車したんですけど、大したいいやつじゃないです。いい車じゃないです。すっごいボロいです。ちなみにちょっと映すとね、こんな感じなんですけども、すごくボロい車でございます。エコカーですね。エコカーなのかなっていう感じなんですけども、ちょっとこのボロい車をいろいろちょっとね、手を入れて行こうかなと。手を入れるって言っても改造するとかっていうわけではなくて、何かしらね、カー用品だったりね、レビューができたらいいんじゃないかなといった感じでございます。ちなみに3速しかないんですよ。3速、K なんですけど、3速しかなくて、どうなんだろうな、とりあえず進まないですね。全然進まない感じですね。ボロい車だと気使わずにね、いろんなとこ走れたりとかね、結構こう雑っつったらあれなんですけど、気使わないで乗れるっていうところがね、こう下駄感覚で、いいんじゃないかなといった感じでございます。何気に結構こうボロい車好きなんですよね。アウトドアに特化した車にしようかな。でもそんなに広くないんだよな。とりあえずリアシートは取っ払う予定でいるんですけども、四駆でもないし、あんまりこのね、林道とかもちょっと厳しそうではあるんですけど、音もうるさいんでね、この音も静かにするやつをやろうかななんていう構想もあったりね、いろんな映像が作れそうな気はするんですけど、とりあえずね、臭いです。臭いんですよ。もういかにも台車の匂いというかね、そんな感じなんですけど、まずこの匂いをなんとかしなきゃなんだよな、これ。うわ、エアコンも臭っ。ちょっと窓開けます。うっさ、なんでこんな臭くなったこれ。暖房なんかつけちゃった日にあれ、なんとも言えない匂いが上がってきますね。消そう、臭いから消そう。ちなみにここはですね、茨城県ひたちなか市なんですけど、ひたちなか港っていうところですね。安治ヶ浦の隣というか、天気悪いんで海きれいじゃないですけどね。どうでしょう、この頭につける映像の方がやっぱりいいのかな。固定映像だと なんかね面白みにちょっと欠けるんじゃないかなっていう予想なんですけど、どうなんでしょうか。いや、それにしても臭いわ。めっさくせえわこれ。
験っていうことで、とりあえず GoPro をねガラスにくっつけてやってるわけなんですけど、まあ、ちょっとねいろいろ考えてどういう撮り方がいいかななんていうのを考えながら、また、ね、次回やっていこうかと思います。いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。